はい、始まりましたスケビチャンネルということで、今日はスペシャル、2024年1月号の紹介を私カラパタとですね、今日はスペシャルゲスト、はい、2023年の11月号でノーズアートクイーンに登場させていただきました藤井マリーでお送りさせていただきます。いいよ、お願いします。お願いします。華やかですね。初めまして、ね、初めましてですね。前号で褒めちぎっておりました、この辺を。拝見させていただきました、はい。どうなってるんだと。今日はこうなってるんだぞということで、ね。はい。証明しに来ました。内臓はちゃんとあると。光栄でございます。よろしくお願いいたします。ということで、はい、早速なんですけど、スケールアビエーション2024年1月号。今回の特集タイトルがですね、クリス・ジーバーエアクラフトワークショップ。ウォー、ワークショップ。クリス・ジーバーって誰？有名な人ですね。有名です。はい。スケールアビエーションって、はい、まあ、飛行機の模型の専門誌なんですけど、はい、最近インターネットが発達しておりまして、うん、外国のモデラーというのもスケールアビエーションが多く活躍してるんですが、はいはい、その中でも、クリス・ジーバーですね。何人でしょう。クリスだから、はい、クリス？クリスはどこの人？カナダ。すごい。カナダです。ちょっとここにね、はい。本当だ、あんまり気にしてなかった。すごいですね。仕込みじゃないですよね。はい、クリスはカナダ。カナダの飛行機モデラーのクリス・ジーバーという人がですね、すごい上手いと。上手いので、どうやって作ってるか教えてちょっていうのが今回の号でございます。一番最初、ここだ。9ページ。はい、あ、本当だ。すごくないですか？これ模型なんですよ。模型なんですか？プラモデル。本物みたい。本物みたいでしょ？すごい。しかも、これ日本の日の丸くっついてるじゃないですか。うんうんうん。作ってるのはカナダの人です。新日？新日カナダ人。新日カナダ人。いや、その通りですよ。はい。次のページ開いたらもっとでかくなってるんですけど、本物はね、こんぐらいしかないの。あ、こんこれ倍ぐらいになってます。大きさ。めっちゃすごくないですか？すごい。でももうこの、はい、乗り込んだところの。乗り込んだところね。コックピットの。コックピットのガラスとかすごいですね。はい、すごいんですよ。これ釘って言うんですか？ネジって言うんですか？これはね、リベットっていう。リベット？はい。もうなんか、ちゃんと汚れてるんですよね。ちゃんと汚れてる。汚れてるとこと汚れてないとこがあるのも絶対。すごいっすね。うん。今までの動画で一番ちゃんと見どころの話を僕じゃない人がしている。実際これ汚してますけど、うん、どうやってたらこんなことができるのっていうのは結構不思議じゃないですか。不思議ですね。まず何を塗ってんの？何を塗ってんの？すす。すす。靴の裏とかについてる。泥を、うん、歯ブラシで拭いて。本当にそうだとしたら大変なんで、まあそう、こういうのを塗ると、うまいことその靴の裏みたいになるよっていうのを紹介してもらってるんですよ。すごい。すごい、ね。テクニックがじゃあ凝縮されてる。凝縮されてる。今回のクリスのやってること、はい、パラパラ見ていくと書いてあるんですけど、書いてあるんですけど、あ、本当だ。工程がちゃんと書かれてる。はい、写真見ただけじゃ分かんなくないですか？分かんないですね。まあまあまあ、やってみればわかるけど、うん、できたら、実践してるとこ見たいな。見たい。そんなあなたのためですね。なんと真ん中に、硬いページじゃないですか。硬いページ。あ、硬い。あった！はい。こちら、今回の特別付録としてですね、なんとクリスが作ってるとこの DVD が入ったんです。あ、ご本人が。ご本人が。実演。はい。なんと、スケールアビエーション編集部が、カナダに行って。あ、それで行ってたんですか？そうなんです。あ、そうなんだ。カナダに行って、クリスん家行って、ピンポーンつって、どうやって撮ってるんですかって撮ってきてるんですよ。わーお。本当はこの動画で、それ全部見せちゃいたいぐらいなんですけど、ちょっとそれだとこれ雑誌売れないんで。そうですよね。はい、特別なものですもんね。皆さん買ってみてほしいわけです。わー。これ後で見たら多分びっくりすると今日差し上げるんで。え、本当ですか？お家で見てください。ありがとうございます。飛行機模型作ったことなくても、うん、マジでってなる内容です、本当に。で、もう空港着いたらクリスが。待ってるんですか？はい、つって待ってる。I'm Chris. I'm Chris. Nice to meet you. Nice to meet you.
初めましての人の動きね、これね。そうなんです。で、普通はですね、模型の専門誌についている DVD とか、うん、あとテレビでたまにさ、うん、プラモデルの達人とか言うと、うまいですね、こんなに手間をかけて大変ですね、みたいな、ちゃんちゃんっていう動画が多いんですけど、はい、これはですね、作り方半分。うん、2日いるんですけど、クリスマス。はい、模型作ってるのは多分3日くらいかな、はい、3日分密着してるんですけど、はい、5日間密着してて、じゃあ残りの2日は何をしてんのかと。うん、クリスの日常が見れるわけです。え？何、どこ住んでんのとか、はいはいはい、何食べてんのとか、気になる、普段どこで買い物してんのとか、うんうん、なんていうの、プロフェッショナル仕事の流儀みたいな。はぁ。ああいうのってこう、この人のお仕事はこんなんです。はいはい。けど、こういうところでこういうトレーニングしてます。情熱大陸だ。イエスそれトゥッ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 トゥですね。はい。ほぼ情熱大陸だ。っていうかね、情熱大陸の時間にこれをこっそり流しても、バレません。バレない。すごいクオリティ。すごいクオリティ。僕ちょっと泣いたもん。本当に。めちゃくちゃいいんですよ。最後に、あなたにとって模型とはって言いそうな動画ぐらいすごい。見たい、早く。見たいでしょ。で、じゃカナダまで行って、例えば模型屋さんに行こう。はい。模型屋さんには模型仲間がいっぱいいて、どんな話してんの、うん、日本のプラモデルって向こうで売ってんのかな、うん、古いプラモデル、新しいプラモデルがあるけど、彼らそれどんな風に思ってるのかなとか、うん、普段家で、一人で作ってると、なかなか見えないんですよ。はい。見る。あとね、見どころもう一つありまして。もう一つ。これね、フライトミュージアム。4日目。で、こう。はい。はい、書いてある。これはカナダの航空博物館で、本当の戦争してた飛行機がどちゃどちゃあるんですけど、乗っちゃうし飛んじゃうんです。飛べるんです。飛べるんです。乗っちゃうまではまあまあまあ、はい、飛べるんです。乗っちゃうし飛んじゃうんです。え、クリスが？クリスは下で行ってらっしゃいって取材人が乗ってるんですよ。で、その空撮の動画もあるんですけど、カナダめちゃ綺麗だと思って。めちゃくちゃいいんですよ。貴重だ。貴重。日本で、なくない？カナダの航空博物館の飛行機が飛んでる映像は、初メディアかと思う。そうですよね。うん、激レア。はい。だし、カナダの模型店の店主が何か言ってるみたいなのも、初めて文字とか映像になってると思うんで。カナダの模型事情。それに興味がなくても、うんうん、なんならこの F15 を塗ってるところに興味がある人はそれだけでも十分元取れるし、うんうん、私飛行機作ったことないなっていう人でも、うん、カナダちょっと行きてえな。おぉ。クリスやべえな。いいやつじゃねみたいな感じに、すごいなる。いや、いいですね、はい。普段からね、こう模型作る人も見られるし、うん、そうじゃない方も楽しめるような、そう。5日間が。そうじゃない人でも楽しめないと、うん、模型作る人しか買わないで、そうですね。前になって。増やしていきましょう。増やして、いいこと言いますね。はい。ということで、この、まあ、クリスの超かっこいい F15 っていう戦闘機なんですけど、はい、これをどうやって作ってるのかが、うんうん、この DVD に。詰まってる。しかもね、なんか、見たことねえ塗り方すんのよ。何それみたいな。でも、確かにリバウンドみたいな感じになる。そういうのがいろんな人のね、そうそうそう、こう、新しい技術につながりますよね。はい、てか、本当にテレビで流れればいい。うわぁ、流しましょう。流しましょう。もう。流します。はい。骨あります。ないですけど。流しましょう。はい、営業行きましょう。行きましょう。ということで、はい、まあ、ネットフリックスに上がるまで、上がるかわかんないですけど、はい、それまではこの DVD で、ぜひ皆さん見ていただきたいな。はい。皆さんがね、はい、ぜひ、お手に取って、拡散していただいたら、うん、興味を持つ方がどうも。だから、まあ、見たら、なんか言ってほしいですね。うん。ハッシュタグとかつけて、はい、DVD の内容にも触れて、うん、そしたら、ネットフリックスも夢じゃない。そうですね。本当かな？え、でも、なくはないですよ、はい。なくはないですよ。あると思います。はい。はい。で、このイーグルっていう戦闘機を塗ってるところが DVD になってるんですけど、うん、これはね、違う戦闘機で。お、おー、ね、かっこいい翼、はい。これも模型なんですよ。これも模型？なんならね、この本、全部模型です。写真。あ、そうなんですか？そうなんです。え、怖い。これクリス。突然怖くなってきた。怖くなってきた？でもこれクリスが塗ってるんですよ。え、すごい、クリス。クリ
リスすごいってこと忘れがちだよね、みんな。こんなにすごがってくれるの嬉しいな。本物にしか見えない。見えないでしょ。これは実は一回、この飛行機を作った本がもう一回出てるんですよ。このスケールアビエーション別冊で、はいはいはい。出てるんですけど、クリスが、カナダ来るならさ、もっと塗るよ。130ぐらい、こう、より塗りましたっていう体型なんですけど、もうすげえ、なんですか、2周目グラディウスの。何の話すごいわけですよ。てか、これ、なんかすごい、本当に本物に見えちゃうのって。でも次のページ行くとさ、ちっちゃいのかもってなるんですよ。本当だ、ちっちゃいかも。でも、こうやって見たときに、うん、模型に見えないですよ。本当に質とかも、うん、自然のもの本当に、リアルに、うん、リアルにしか見えないです。三車とかも。毎月やろ。びっくり。ジゴも怖い怖い怖いでしょ、すごい。でもこれも実は全部のやり方が書いてある本が出てるんで、全部真似したらなれるかもしれない。私もクリスにみんなもクリスにみんなクリス、みんなクリス。これはもうこっちも72分の1なんで、うんうんうん、これプロペラ機、まあ、昔の飛行機ですけど、こんぐらいね、うんうん、これもまだうまいよ。クリスはなんかやり方が全部違うんですよ。もう一つ一つに対しての、はい、なんかワンパターンじゃない。まあでもそうですよね、はい、それぞれのね特性がありますもんね、はい、それに対して、はい、なんか好きじゃないとここまでできない愛になってるんだ。この次のところ緑色の飛行機があるんですけど、うん、B-25 って爆撃機なんですけど、はい、B-29 は知ってる。 B-29 は知ってる。日本人が一番知ってる爆撃機はそれ、うん、それの、25ってやつなんですけど、これはねクリスじゃないんですよ。クリスじゃなくて、ノア・クラソビ、ノア、はい、が作ってるんですけど、新キャラでしょ。まあこの飛行機、はい、なんと DVD に出てきます。あ、これも、はい、なんと飛んでます。あ、さっき飛んでるって言ったのはこれ、はい、B-25。はい。なんで、その姿もちょっとぜひ見てほしいな。わ、見たい。思っておりますよ。ぜひ見て。アメリカ機？アメリカ機です。うんうんうん。はい、ですよね。はい。これもまたなんか。すごいよね。汚れと、あと、なんかね、こう、ところどころ、色が剥がれてるところが。ネジじゃなくて、釘じゃなくて、うん。あ、色が剥がれてるところ、その通り。うん、すごいな、はい。バリバリってなってますね。うん、はい。ちょっとやっぱり熱とかでやられてる感じとかも、なんか見るとすごいっすね。すごい。オイルが漏れたりさ、傷がついたりしてる。そうですよね。これを人間が塗るんですけど、なんでこの飛行機を作ったのかなみたいなエピソードがちゃんと書いてあるんで、うんうんうん、ぜひ皆さん読んでもらって、実際飛ぶところも出てくるし、なんか資料価値ややあります。だいぶありますよ。そうやって乗るんだ、うんうんうん、そうやって移動できるんだ、なんか、あれも見れる。スケールアビエーション実はこれいろんなページがありまして、うん、はい、まあ、このこれは模型じゃないです。はい、女性ですね。リアル、はい、だから彼女が空を、うん、実際に空で活躍する女性の話とか、まあ、いろんなデザイナーさんが書いてるコラムとか、あと飛行機で人命救助する人たちのリアルなお話とか、そういうコラムがいっぱい読めるので。飛行機模型だけじゃなくて、ね、飛行機にまつわるいろんな楽しい話とか、うんうん、ためになる話を載せているのが好きなんでしょうね。なかなかね、普通に生きていて知ることってあまりないですからね。はい、ですね。そういうので知識を作った、あ、本当だ。明後日の空へ。はい。これは宮武和隆さんっていうデザイナーさんが書いてるコラムなんですけど、うんうんうん、なんと僕わざとこのページ飛ばしてたんですよ。あら！はい。ということで、特集の次にお伝えしたいのはこちら。はい、チャラーン、チャラーン、ピョンピョンだ、読めます。はい、ギャラリー・オブ・ザ・ノーズ・アート・クイーン・スペシャル・エディション。うぅ、バニー、バニー、バニー。バニー、バニー、バニー。バニー、バニー。ありがとう、バニー。ピョンピョン。はい、ということで、はい、これは何ですか？はい。実はね、はい、今まで数々の、はい、いろんなノーズ・アート・クイーンが、はい、スケラビエーション登場していますが、ね、はい、はい、その中でも、一押しの10名が登場した、う
バニーガール全員バニー、そうです、全員バニーガールの衣装を着た写真集が発売されます、はいはい、されます、まあ、多分動画出てる時にもされてる、されるかなぐらいです、てるかなぐらいなんですけど、はいはい、12月の26日ですね、うん、ぜひぜひ見ていただきたいです。これ実は私も登場させていただいて、あ、そうなんですね、はい、っていうかなんか噂で聞いたんですけど、この10人がそれぞれ表紙になってる別バージョンがある、うん、そうなんですよ、本屋さんで通常版と別で特装版、はい、みたいなのがあるんですけど、うん、はい、で隣は完売ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございますですね、ちょっとしてから告知しようと思ったら、告知しようとした時にはもう完売してた、あ、すごいですね。特装版はこのどの女の子の表紙にしようかなっていうのを選んで買えるんですけど、こちらはモデルカステンの直販限定と、うんうんうん、書店には並ばないようです。書店にはないですね、はい、通常は篠田真由美さんが、はい、あ、はい、通常版、通常版、oh my God、なるほど、でもこの中にも、はい、もう女の子全員のバニー姿があるので、はい、好きなウサギを選んでいただく、しかも市販のバニースーツを吊るしで買ってきてるんじゃないんですかね、ちゃんとボディに合わせて、そうなんです、作っていただいてるんですよ、はい、もうみんなミラクルボディなのでね、それぞれの魅力が引き立つように衣装を作っていただいて、はい、メイクもしていただいて、なるほど、はい、もう超楽しみです、はい、じゃあ特装版間に合わなかった時にぜひ、はい、お願いします、よろしくお願いいたします、はい、あとはね、うん、あとは毎月乗ってるなみたいなものかもしれないけど、はい、こちらが、開けてなんぼ、ニューキット開けてなんぼというコーナーで、こう最近こんなプラモが出た、新しいやつを紹介してください、紹介しています、置いてけぼりになっちゃうかもしれないけど、はい、サンニーのデバステーターがすごさ、このサンニーデバステーターめっちゃでかいな、多分こんぐらいあるんですよ、ほう、あと次のページ68ページですね、うん、タミヤ、タミヤって知ってます、赤と青の2個、これ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 、あ、はい、わかりますわかります、タミヤさんの最新キットが F35B、 人が乗ってる乗ってるんですよ、おっしゃる通り人が乗ってるんですよ、人がいるだけじゃないんだよこれでもまず目入っちゃいました、そうですね、人がこれ垂直に降りれるんです、この飛行機、あ、こうじゃなくて、こうじゃなくてこう、こう行けるんです、そういうのも再現できるよっていうふうになってます、これはもう今年の一番、下にこう排出するようについてるからこう行くのね、そうなんです、面白い、だいぶ飛行機詳しいっすね、見てるのは結構好き、飛行機詳しいっていうか、飛行機の見方がうまいです、あ、本当ですか、うん、本当にうまい、それこそそういった時代の映画とか見るのが好きで、この間もなんか見に行った、あの花が咲く丘でまた君と会えた、はいはいはい、あの子ね、まいんちゃんね、あ、そうです、まいんちゃんと、あの中学生2期だったから、はい、そうですね、が大人になった特攻隊の話、あ、そうです、そうです、そうです、そういう映画は多分結構見てます。なるほど。ゴジラマイナスは見ます。見ました。あ、見たんだ。出てきたでしょ、これ。出ますね。ね。でも、これって言われたら、うん、あっってなりますね。なんだかわかんない人は見に行ってください。ぜひ。ということで、あと74ページですね。ちょっと意外なんですけど、これ飛行機じゃないじゃん。うん、まあ、ヤマハ。ヤマハ。ヤマハバイク。はい。人だ。SDR200、人だ。模型です。模型だ、はい、すごい、これはそのバイクと飛行機ってなんか一緒に言うと、うん、エモいよねっていう、ああそうですね、エモいよねっていうだけのページなんですけど、うんうん、実際エモいからしょうがない、エモいし、こうくすぐりますね、くすぐりますよね、トップガン見ました、マーベリック、あ、トップガン見てますよ、トップガンマーベリック見ましたね、マーベリック、あのじゃあトムが頑張るやつ全部頑張ってます、全部頑張ってます、まあ、トム頑張りがちですからねすごい基本頑張ってますよ ね、気合入ってるから、はい、あれも戦闘機の横をバイクでガーンって走るのがもう一番かっこいいシーンじゃないですか、目玉ということで、はい、飛行機の横にはバイクがやるとかっちょいいですね、おー確かに、次のページ浮き飛ばちっていうコーナーなんですけど、これ飛行機じゃないね、うん、漁船だね、漁船、はい、これ誰が作ってるか知ってます、これ誰が作ってるんだ、静香さんが作ってるんですよ、徹夜でこういうこともする本業、本業、すごい間がありました、静香さんが自分で作って自分で写真撮ってるんですよ、これすごい、とんでもないマッチポンプのコーナーですねクジラみたい、はい、でこんな
ありもしない漁船を作って、ありもしない話が書いてあるんですけど、超面白い。オリジナル？オリジナル。え？プラモとしてはこれ売ってなくて、洗剤のボトルとか。人が乗ってる。え、これ乗ってるでしょ。水の中じゃないんですか。空中を飛んでて、空中を飛んでる漁船。漁船でなんかイカと呼ばれる何かを、はい、この森でギャーって取っているんだろうなっていう。すごい。すごい。あ、これすごいな。オリジナル？オリジナル。2回目それ聞くの。え、びっくり。びっくりですね。頭の中見てみたい。見てみたいですよね。映画の撮影に使わせてもらえないかという依頼が届いたんで。温度感。で、始まるエピソードね、今回。これめっちゃ面白い。面白い。ぜひ、お持ち帰りいただいて。はい。そして、好きそう、次のページ。てるん。てるん、夢見る翼。お、エアライン。はい。これ、もう模型なんですよ。これも模型？まあでも、ちょっと模型っぽいかも。一生やりたい。これも模型。あ、人。模型なんですよ。うん。うん、なんとなく。なんとなく。これは DC-8 っていう、うん、多分、もう物心ついた時にはですね、日本の空から消えてた飛行機なんですけれども、こういう、これしかも JAL なのね。うんうん、うん。JAL ってこんな色だったんだ。確かに、今赤白のイメージ。そうですね。こうなの。私結構子供の頃、お父さんが外国の人なので、うんうんうん、飛行機しょっちゅう乗ってたんですよ。本当に年に何回も何回も乗ってて。はいはいはい、JAL が一番好きでした。あ、そうなんですね。今は那覇。僕ね、全日空派だったんですけど、最近 JAL 派。あ、本当ですか。入れ替わった、私と。JAL と ANA って個性ありますよね。あ、そうです。全然違いますよね。最近荷物ガコーンって預ける機会は、JAL の方がかっこいいと思う。宇宙船みたいな、そう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 、あの、ウィーンってやつですよね。うん、ANA のはなんかね、シャッターがヌイーンってなるだけで、ね。私なんかでも、ああやって荷物を、こうやって何キロでみたいなのを、うんうん、CA さんと喋るの好きだったから。あー、悲しいですね。え、でもありますよね、 CA さんわざわざそっち行っても。あー、カウンターに行って預けたい。それが好き。飛行、空港が好きですね。機械寂しくないですか。寂しいです。なんか本当に届くのかな。そうそう、信用できる。人のぬくもりを感じない。そうそうそう、あれで、行ってらっしゃいませとか言ってもらえるじゃないですか。 そうですね、それで、はい、よし飛ぶぞって思って。スーっていうコーナーがあって、ムーとスー中華料理屋みたいな。で、ムーミンなんで、ムーミンなんで、ね、ムー大好き。ムーは面白いですよね。この58ページ58ページ、はい、このロゴいいでしょ。パクってパクリパクリだよ。スー、私もマーって作ろうか。マー、この飛行機と不思議な話を掛け合わせたコラボ。あ、大好き。大好きでしょ。これだから、その飛行機飛んでたら突然どっか行っちゃったとか。あ、ありますね。そういうの好きです。あの、大好き。バミューダトライアングルとか好きです。はいはい。好きです。ああいう、ああいう系。へぇー。スー。スー。日本でも、はい、飛行機がどっか行っちゃって、うん、数年後に帰ってきたみたいなドラマ一時期やってたんですよ。ね、ありましたね。神はサイコロを振らないってやつ。うん、飛行機系の映画は多分、はい、ほとんど見てます。すごいっすね。好き。俺より見てんじゃん。好きですね。こういうね、スーみたいなコーナーもある。おぉ、タイムスリップした飛行機の話。いいでしょ。宇宙人とコンタクトする系ですね。です、仲良くなるパターンもあれば、敵対する。インディペンデンスデーですね。そうです。あ、インディペンデンスデー、うん。いいです。あれは戦闘機出まくるもん、ね。出まくります。そういうのも見てます。なるほど。あの、おじさんが突っ込むんですよ。あの、おじいちゃんが。ネタバレじゃん。家族を。どうすんの、見てない人いたら。世界を守るために。タコがなんちゃらみたいな。宇宙人のこと、タコって、ね、バーンって。はい。ツーもあったよね。ツーもあります。ツーは、あれですね、もう、はい、無関係。無関係、ね。パクリ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 。オマージュ。オマージュですね。オマージュ作品。はい、サンプリングみたいなもん。そう、ツーやばかった。82ページ。82。はい。マイナーエアフォースって、まさにマイナーな空軍。うん、どこそれみたいな。はいはいはい。空軍のお話を毎回。これ30回。ボリビア。ボリビア。確かに全然わからない。ボリビアはね、アルゼンチンの左上にある。はいはいはい。ウユニ塩湖ってわかります？わかります。スペイン語だじゃあ、ここ。そう。おう、すごいっすね。もう、すごいな。メキシコに住んでたんで。あ、そうなんですね。割と近い。近いっすね。近いっすね。中南、うん、南米ですけど。仲間。そう、あのウユニ塩湖があるのがボリビアで。うんうんうん。もう、首都が富士山ぐらいの高さにある。あ、そうですよね。うん、あの辺なんか標高高いから、はい、生きてても、うん、あの勝手にエネルギー使って太りにくいって。
で、ほぼバスしか、うん、交通手段がないんですけど、高低差があるので、うん、道路とか作るの大変だから、飛行機が発達してるんだって、みたいな。そういうことでなんだ。あ、それでかな。なんかメキシコって UFO めっちゃいるんですよ。はい。それも、そうなのかそう関係ないか。スー。はい。スー。86ページは、はい、これもプラモです。86ページ。めっちゃうまいっすよ、これ。お、はい、ジャパン。これ7人の魂のものだけど、うん、これはね、こんぐらい。お、めちゃちっちゃい。自衛隊の飛行機ですね。ちっちゃい。はい。すげえ難しいプラモをめちゃ綺麗に作ってて、結構びっくりしました。へぇー。プラモデルってさ、全部ちゃんと作れそうに思うんですけど、うん、やべえのはやべえんですよ。まあそうですよね。なんか基本的にこう説明書通りとかにやってもできないタイプだから、うんうん、はいはいはい。そこにこう画を取り入れてしまったら、多分本当にできなくなっちゃう。実は次号、これの次の方は、はい、その、やべえ、作るの難しすぎないっていう飛行機を、読者の方が寄ってたかって作ったのがノルゴーです。おー。それもね、楽しみにしてます。あの、スキーリって読者の方も温かいですよね。そうなんですか？うん。なんかあの、結構、はい、作った、それこそ模型の写真を私に送ってくださったりとか、あと、やっぱりデザインとかもするからなのかな、うん、イラストとかも上手で、はいはいはい、絵を描いて送ってくださったりとか。なんか読者の方の似顔絵的なのありますか、ね、そうなんですよ。あ、ほんとだ。あ、そうなんですよ。え、すご。すごいですよね。うん、え、すご。これも、マリちゃんのイラストを描いてくださって、私と飛行機とかの絵を描いてくれて、すごい嬉しい。顔が描かれるっていうのはいいことですよ。うん、これあ、92ページ。この次。おー、え、模型。これ模型。これ模型なんです。なんか美味しそう。これ何する飛行機か分かります？これは、はい、タンカーって書いてある。タンカーって書いてあります。水噴射だ。すごい。読んできたでしょ？いや、これ初見ですね。これは初見です。はい。これ、ファイヤーファイターと言って、うんうん、まあ、タンカーとも言いますけど、このお腹の下についてるのが、水タンクなんです。これがタンクなんだ、うん。でも、かなって思いました。はい。船っぽい。そうそうそう。で、こっから山火事に向かって、水とか消火剤。ほー。消火器の中身みたいなのをブシャーってやって、消すと。日本では馴染みがないんですけど、山火事そんなないから。そうですね。でもこれって、うん、飛びながらやるんですもんね。飛びながら落とす。いや、すごい。はい。こういったね、はい、飛行機が活躍してるんだ。活躍してる。そればっかり作ってる人がいるんですよ。山消火飛行機ばっかり作ってる人がいて、次のやつとかも。あ、すごい。かっこいいんですよ。今までとちょっと違う感じ。うん。プロペラが上についてて、下がね、うん、このまんま湖とか川に着陸できるんですよ。やっぱり、はい、なんかそんな感じしますね。でそのままガボ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 って水をすくって、また飛んでくるんですよ。あ、で、はい、また排出して、エコ。エコ。めっちゃエコ。エコっつうよりは、早く何回も消火したいときにはこういう。すごい、すごい。なんか戦う飛行機より、うんうん、おしゃれくないですか、色が。あ、そうですね。はい、ちょっと目立つようにとかもできてるのかな、うん、救急車的、消防車的魅力があるよね、うんうん、いろんな形の飛行機が山火事と戦ってるんだよっていうのを、うんうん、に見せられちゃったですね、うん、小島さんという方が一人で全部作られてる。おー、あ、本当だ、すべて小島さん、すべて小島さん、小島チェック入りますあー、本当だ、すごいすごい、いいな、これぐらいのギャルマインドをやっぱり常に浴びてたい。すごいすごい、特化してる。でしょ？あ、すごい。すごい。2個、2個、2つ、機体あるみたいな。そうですね。装備力のことを話されてるけど、飛行機の見方がうまい。ぼーっとしてると気づかない。いや、多分、はい、もう詳しすぎて、当たり前だって思っちゃう。思っちゃいがちです。そういうのもある。はい。へー。すごい話しがいがあってびっくりしてます。楽しい。はい。最後のページの前、一個前か、102ページ。102ページ。はい。ということで、こちら。ダダン！ででん。松本周平帝国陸海軍モデリングブック、海軍機編。ということで、テーマはですね、帝都防空戦。おー。帝都って、ね、東京のことですね。はい。東京に爆撃機がやんやんやんや来るんで、うん、それに、チャキャーっつってこう、落としてやるって言って、はい、飛んでった飛行機たちを、松本周平というですね、うん、モデラーが
すんごい面白いんで、今度会ってください。会えるんですか？会えますよ、きっと。会いたい人が今いっぱい。松本さんでしょ？クリス？クリス、あと小島さん。このおじさん、松本周平。本当だ、はい。どうやったらかっちょよくなるかのっていう。でも自分で考えてこうしようっていう。うん、そうですね。すごいな、センス、はい。自分が作りたいものがあったら、うん、この松本さんのこれいいじゃんっていうとこだけをピックアップして、うん、エッセンスとして加えるといいんじゃないかなと。ね、より自分の作ったものを愛せるように、こういうのを見るっていうのは大切ですよね。今まで史上一番いい話かもしれない。104ページ。音浴びというコーナーで、まあ、かっこいいイラスト、うん。車と飛行機が、ちょっと意外な関係性があるよねっていうコーナーになってまして、毎回この水彩の超かっこいいイラストなんですけども、ぜひ、楽しんでください。という、こんな本なんですよ。これが。てんこ盛りだ。てんこ盛りでしょ？ 104 ページ。内容もですけど、やっぱり DVD 入ってるのもすごい。はい、今回は特別にね、毎回じゃないですか。年に1回12月発売後は、DVD がついてるんですけれども、うん、ちょっとね、お値段が、今回はいつもより高くてですね、2970円になってますけど、はい、この DVD 単体で売ってたら、僕は4800円くらい払います。はい、私のイメージ DVD より高い。うん、イメージ DVD はいくらで売られてるんですか？多分3800円ぐらい。それよりは安い。いやいやいや、高く言ってください。一応、いつもね、この動画の締めは、はい、この最初のコーナーに戻ってきて、はい、今回は、おかえり。おかえり、近藤みやびちゃんです。お、銀さん、ね。私の先輩ですね。赤ですね。赤いです。赤。赤ちょっと新鮮ってお話されてますね。うん。みやびちゃんが赤を着てるのって、うん、本当に結構新鮮。レア、レア。多分、うん、スケラベーションで赤着たことあります？これの前。ないですか？紫。あ、紫だ。あ、じゃあ多分、赤いみやびちゃんって本当に珍しい。うん、しかも、レースクイーン的な格好してる時も、うん、真っ赤っかって今時あんまないですもんね。あんまりないですね。今そのなんか結構、本当におしゃれから。そうですね。なんかどぎつい、うん、なんかこう、昔のレースクイーンって、レースクイーンですっていう。まあ本当にテカテカハイレグピタッとって感じだったんですけど、最近ちょっとね、割とフリフリしてるとこもあればスポーティーなとこもありますし、そうですね、スポーティーって言いたかったです、本当に自由な感じですね。そうね、おじさんなんで言いたいことが出てこなくて出てくるとすごい嬉しいです。いや、これですよ。はい。宮城さんの。宮城近藤さん。これ2回目の登場ですか？あ、3回目だ。もうめちゃくちゃ出てきた。5回目です。5回目。おぉ、レジェンドですよ。レジェンド。もうそろそろ名人の域になってきますね。うん、5回出てくると。はい。いや、今回もスーパーボディを披露していただいてるし、うんうん、非常にゴージャスだね。はい。外ロケも入ってますね、これね。ですね。外のこの写真もね、後ろに飛行機が飛んでて。ほんまや。これどこで撮ってんだろう？空港かな？空港で撮れたらいいな。空港で撮ったことありますよね。今度、ちょっとお願いして撮ってもらいます。空港好き。空港で。格納庫とかで撮りたいですよね。あ、いいですね。空港遊びに行きます、私。空港に。空港に普通に行く人ですか？遊びに。僕も行きます。何も用事ないのに。ずーっと見てて。いいですね。はい。ということで、今日のゲストは、藤井まりちゃんでございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。また機会があったらぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、スケラベーションチャンネル2024年1月号でございました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。うーん、うーん、ババ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 バ